優先上位独占ナンバーアンダーラインアイ INZM が優先ヒットチャート急上昇その理由とはナンバーアンダーラインアイ INZM 中毒者続出中その人気の秘密に迫るナンバーアンダーラインアイの INZM は2024年8月24日からの優先ヒット j p o p ランキングで注目を集めている楽曲の一つです 優先ヒッツのランキングに登場する楽曲は、一般的にその時代の音楽シーンやリスナーの思考を反映したものであり、特にトップに立つ楽曲はその年の代表曲として多くの人々に記憶されることが多いです。INZM が注目される理由は、その斬新なサウンドと耳に残るメロディーだけでなく、現代のリスナーの心をつかむテーマ性や歌詞の深さにあると考えられます。この楽曲は、 一度聴いたら忘れられないほどのインパクトを持ち、リスナーの感情に強く訴えかけます。INZM の魅力を語る上で、その音楽的な革新性に触れないわけにはいきません。No.1LINE-I はこれまでにも独自の音楽スタイルで知られており、彼らの楽曲はしばしばジャンルを超えた要素を取り入れています。INZM においても、その特徴は顕著であり、リズムの変化やサウンドの重層性が際立っています。 特に、楽曲後半にかけてボルテージが上がり、テンションも一気に高まる展開は、聴く者に強烈な印象を残します。このような音楽的構成は、リスナーに何度も繰り返し聴きたくなる欲求を起こさせ、自然と楽曲が頭から離れなくなる効果を生み出しています。また、INZM の歌詞は、現代社会における若者の葛藤や希望を描いており、多くのリスナーが共感できる内容となっています。 特に、自己のアイデンティティを模索する姿や、未来への不安と期待が交錯する様子が巧みに表現されており、その詩的な表現は多くのリスナーの心に響きます。これにより、INZM は単なるポップソングにとどまらず、聴くものに深い思索を促す作品として評価されています。さらに、No.1 の INZM は、現在の音楽トレンドと密接に関連しています。 2020年代に入り、音楽業界ではジャンルの境界がますます曖昧になり、アーティストたちはより自由にさまざまなスタイルを融合させるようになりました。INZM もその例外ではなく、伝統的なポップサウンドにエレクトロニカやヒップホップの要素を巧妙に織り交ぜています。このようなジャンルを超えたアプローチは、現代のリスナーの多様な思考に応えるものであり、結果として INZM は幅広い層から支持を集めています。 また、優先ヒット j p o p ランキングにおいて INZM が高い順位にランクインしたことは、リスナーからの強い支持を反映しています。優先ヒッツは、店舗やカフェ、さらには街頭での BGM として広く利用されており、このランキングに登場する楽曲は、日常生活の中で頻繁に耳にすることが多いです。そのため、ランキング上位に位置する楽曲は、特に多くの人々に親しまれ、 街中での露出も増える傾向があります INZM がランクインしたことで、そのメロディーや歌詞が一層多くの人々に浸透し、さらに人気を集めることが期待されます。さらに、INZM が優先ヒット j p o p ランキングに登場したタイミングも興味深いポイントです。8月は夏の終わりを迎える季節であり、多くの人々が夏の思い出やこれからの季節の変わり目に感じる感情に敏感になります。 この時期にリリースされる楽曲は、しばしばリスナーの心に強く残るものが多く、特に、INZM のように感情的な歌詞やエネルギッシュなサウンドを持つ楽曲は、その季節感と相まってより一層強い印象を与えることができます。また、ナンンバーーアダライン1が INZM で表現しているテーマは、現代社会における個人の内面的な葛藤や、社会との関わり方についての問いかけでもあります。このテーマは、 多くのリスナーにとって非常に身近であり、共感を呼び起こすものです。特に、日本社会においては、個人と社会とのバランスをどう取るかという問題は常に存在しており、INZM の歌詞がその問いに対する一つの答えを提示しているともいえます。リスナーはこの楽曲を通じて、自分自身の人生や価値観を再考する機会を得ることができるでしょう。このように、INZM はその音楽的な魅力だけでなく、 社会的なテーマやリスナーとの共感性を通じて、優先ヒット J-POP ランキングでの成功を収めています。ナンバーアンダーライン愛は、これまでにも多くのヒット曲を生み出してきましたが、INZM は彼らのキャリアの中でも特に重要な作品として位置づけられるでしょう。今後、この楽曲がどのように進化し、さらなるリスナーの支持を得るのか注目されます。さらに、ナンバーアンダーライン愛の INZM が注目される背景には、現代の音楽シーンにおけるトレンドと彼ら自身の音楽的進化があります。近年、音楽業界ではテクノロジーの発展により、制作過程が大きく変わり、アーティストたちは新しい表現方法を模索するようになりました。ナンバー・アンダーラインアイもその波に乗り、デジタル技術を駆使して、より複雑で洗練されたサウンドを追求しています。 INZM におけるサウンドの多層性やリズムの変化はまさにこの進化の産物といえるでしょう。このような技術的革新が彼らの楽曲をよりユニークで魅力的なものにしており、多くのリスナーがその新しい体験に惹かれています。また、INZM の成功にはナンバーアンダーライン愛のファン層の支持も大きく寄与しています。彼らの音楽は、 若年層から中高年層まで幅広い年齢層に支持されており、特に SNS を通じてその人気は急速に拡大しています。ファンたちは、楽曲がリリースされるたびに熱心にシェアし、口コミでその魅力を広めています。このようなファンの活動が、楽曲のヒットにつながっていると言えるでしょう。INZM に関しても、リリース直後から SNS での反響が大きく、多くの人々がその魅力を共有しています。 さらに、INZM の成功は、現代の音楽消費の変化にも深く結びついています。近年、ストリーミングサービスやソーシャルメディアの普及により、音楽はかつてないほど迅速に広まり、リスナーの手元に届くようになりました。これにより、楽曲がヒットするまでのプロセスが劇的に短縮され、特定の曲やアーティストが瞬時に話題となることが増えています。ナンンバーアンダーアダラインアイの INZM も、 そのキャッチーなメロディーと印象的なリリックにより、短期間で多くのリスナーの注目を集め、ランキング上位に食い込んだ例の一つです。このような状況下で、アーティストに求められるのは、単に良い音楽を作るだけでなく、いかにしてその音楽を効果的にプロモーションし、リスナーとつながるかという戦略です。No.1 アンダーライン愛は、の点においても非常に優れた手腕を見せています。 彼らはリリース前後に SNS を活用したティーザーやリスニングパーティーを開催するなど、ファンとのエンゲージメントを高めるための施策を積極的に展開してきました。こうした取り組みにより、INZM はリリース直後から SNS でトレンド入りし、優先ヒット j p o p ランキングでの成功へとつながったのです。また、音楽業界のデジタル化が進む中で、ライブパフォーマンスの重要性も再認識されています。 特にポストパンデミックの時代において、ライブイベントはアーティストとファンとの絆を強化するための重要な手段となっています。ナンバーアンダーラインアイはこの点でも積極的に活動しており、INZM を引っさげたツアーや特別ライブを開催しています。これにより、彼らの音楽は単なるストリーミングでの体験にとどまらず、ライブという性の体験を通じてさらに深い感動をファンに与えています。このようなライブ活動が、 楽曲の人気を一層押し上げ、ランキングでの上位を確立する要因となっているのです。さらに、INZM のテーマやメッセージが多くのリスナーに響く理由は、現代の社会問題や若者文化との強い関連性にあります。現代の若者は、自己実現や社会との調和に対する強い関心を持っており、その思いが音楽に投影されることが多くなっています。INZM は、 まさにそのような時代のニーズに応える楽曲であり自己と社会の狭間で葛藤する若者たちの心情を巧みに描き出していますこのような楽曲がリリースされることで若者たちは自身の悩みや葛藤を音楽を通じて共有し慰めを得ることができるのです